あ、どうもこんにちは。来ていただきありがとうございます。なかなかちょっと選挙、ちょっと忙しくてですね、まだ、できなかったんですけども、結構なんか選挙妨害、7月のあの秋葉原事件でですね、結構、安倍さん言われたん、いろいろ妨害事件あったんですよね。だから、まあ、今回はちょっとカウンター出たみたいですね。安倍さんを守る会みたいな感じですね。そういうちょっと、話題が面白かったんで、やっていきたいなと思います。それでですね、早速見ていきますと、これはですね、本日を変えていいろんな動画集めましたんでですね、自分では作ってないんですけども、まとめサイトみたいな感じですね。こちらはですね、まほろば日本さんですね。あと、URL を貼っておきますので、そちらの方で、ゆっくり見ていただければと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。こちらね、中、ヤジを飛ばす女性が登場し、勇気ある聴衆が一喝する場面が見られた。そう、これ新潟ですね。新潟の事件ですね。新潟市で街頭演説を行う安倍総理にヤジが飛んだ。これですね。この72年間憲法9条平和を守ってきたんだ。だから変えるんじゃねえ、バカ野郎って言ってんですね。あ、失礼しました。それで。さらに今度はヤジに対する非難の声。これ選挙妨害するなっつってですね、これはもう、安倍審判ですね。安倍審判の方から、変な、変人の女にですね、言ったわけだね。まず、女性こがれは新潟なんだ72な。年間憲法9条が平和を守ってきたんですと大声で安倍総理に抗議し始め、そう。その。で、ちょっとね、言いたいことはですね、なんていうんですかね、文句があったんだったら、いや、こういうね、選挙妨害に来る暇あったら、自分の支持者の、演説に行って、静かに聞いたらいいんですよ。ね、その時はそうだそうだって言ったらいいんだし、ここへ来る必要あるんですかと。そもそもこういう人も、本当に選挙権あるんかなと思うんです。いや、選挙権ない人がね、こんなとこに来ても、これちょっとおかしいんじゃないかと思うんです。で、潰すわけでしょ。で、結局、それ選挙妨害じゃん。冗談じゃないですよね。今後も騒ぎ続けると、その時一人の聴衆が選挙妨害するなぁと一喝。それに合わせて、そうだ選挙妨害するなぁ、そうだそうだ。そうだとそういうそうだ。声が飛び交い、拍手が起きる。この事態に安倍総理も一瞬だけニコリと表情が緩む。声が聞こえてきた方をカメラが映すと、選挙スタッフと思わしき黒服たちが動いているのが見えた。おそらく選挙妨害を働いた女性は注意を受けたのではないだろうか。現場にいた人は、問題の女性は安倍に票は入れないとブツブツ独り言を言っており、 SP に囲まれていたと証言する。ね、選挙妨害です総よ理ね。はマスコミによってまあちょっと悪者であるかのような雰囲気で報じられていた。まあこういう感じなんですよね。ゆっくりまほろば日本さんの見ていただければいいと思います。結構ね、拾ったんですよね。これね、いろいろ拾って、もう2時間以上かかりましたね。いろいろ集めて。大変だったんです。失礼しました。次はですね、あ、これ札検事幌処でのす。ため、警察がしっかり辞めさせるべきです。これ札幌で起きた事件ですね。
これは、ああここでもう来てんだな。警察もしっかりやめさせるべきです。警察は全然当てんなんですね。ダメだ警察。ほんと当てんなん。あ、これで赤い声で安倍やめろって言ったんだな。阿部やめろって言ったんですね、あれね。これちょっと笑っちゃうと思うんですけど、反阿部選挙妨害しろって言って、選挙妨害しろって言ってんのか。これね、間違いなく左翼活動家なのか、じゃなくて一般市民かもしんないけど、安倍さん嫌いとかね、安倍さん嫌いなら、安倍さんの顔をね、見に来なきゃいいっていう話なんですよね。うるさい、選挙妨害すんのもしかしてって。普通ね、これ現行犯逮捕できるんだよな。だからこういう時ね、もうささっと言って、はい、現行犯逮捕します。現行犯逮捕ってのはね、警察だけじゃなくて、僕前、警備員やって、散々、そういう教育受けたんですね。講習、研修受けたんで、一般市民は退去権、逮捕権があります。現行犯逮捕できるんです。だから、もう、まあなんかもし、トラブってですね、何撮ってんだとか、スマホ叩き起こされたら、ね、スマホ、5万、6万、6万、7万、8万とか、高いでしょ？器物破損だから、もしそういうことがあったら、すぐに、その人物に、抱きついても、話さないんですよ。殴られようがないしようが。殴られたら、ね、暴力行為ですから。で、すぐ周りの人に警察呼んで、警察お願いしますって呼んで、はい、器物破損と選挙妨害ですって。現行犯で今逮捕しました。それで、まあ、で、なんか揉めて、いや選挙妨害じゃない、どうのこうのじゃない、うんぬんかんぬんって言っても、まあね、別にこっちが悪いことをしてるわけ、ではないんで、もう現行犯逮捕ってのは有効です。誰やってんだ、選挙妨害やめろ、犯罪なんですよ、犯罪。お前さん捕まえろ。すごいね、札幌。札幌もかっこいいね。すごいね。まあ、こういう感じですね。まあ、これもワホロバ日本さんですね。ぜひともチャンネル登録お願いします。私の方もお願いします。まあ、大体こんなもんなんかな。だからこそ親父はすべきだ。危険ですからね。7月の都議選最終日。やっぱね、本当に、これなんて言うんですかね。だから、来るなっていうのにね。うん。で、これは何だっけな。これは、梅田？大阪の梅田ですね。安倍さんの演説ですね。皆さん、こんばんは。本日はこのようにたくさんの方。ここでもやっぱりおばはんがね、おばはんが発狂してるんですね。
安倍さんやめろ、安倍やめろ、安倍国難とか言ってるのかな、国難。安倍思想は国難、安倍思想は国賊だとか国難だとかなんか言ってんだよね。であとはやめろ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 ってんだよね。ここで選挙妨害帰れって、選挙妨害帰れって同じ人言ってんだねこれね。特定うーん30代40代30代ぐらいかな、ちょっとわかんないです。帰れ、だから誰か選挙妨害してますよって、でも周りさんっていうのかな、あ失礼、あこれちょっとちょっと広告は、安倍さん行っちゃった。誰か選挙妨害しますよとか言ってますね。で、ありがとうございます。やっぱりね。あ、まだまだ言ってんだこれ。ここで。やっぱりね。大阪は結構、まあひどいですね。ヘイトじゃないけど、多分在日だと思うんだ。おかしいよね。ちょっと大阪多いですからね。これもヘイトじゃないですよ。在日3ですね。在日3。日本人はこういう歌しないと思うんだよな。いや、在日さんをね、悪く言うつもりはないんだよね。でもね。でも確かにね、こういうことをしてね、まあでもね、嫌いなくせに安倍さんの顔を見に来てこういうことを言うってことはやっぱりね、なんか選挙権なさそうな気もするんだよな。まあ選挙権あるか、まあね、日本人かわかんないですけど、どうなのかな。まあちょっとね、まあ大変です。国賊はお前だって、なんか聞いてて面白いですね。これもちょっとね、選挙妨害って感じがするんだよな。失礼。これはですね、今度は作戦編ですね。選挙妨害、カウンター編、対選挙妨害、防衛隊、安倍防衛隊の方ですね。やっぱりね、僕も思ったのはね、やっぱり一国の首相ですからね、 SP 警察とかついてますけども、やっぱり民衆でね守らないと、やっぱりね、結構安倍さん人気高いですよね。うん、びっくりしました。やっぱり僕ら守んないとね、やばいですよ。こんなところでね、こんな群衆の中で
どっから出てくるかちょっとわかんないんですからね。本当レーガン大統領みたいに、いきなり担当を持った人、本当にやばいですからね。そういうわけはね、もう国民で、なんとかもう阻止しないと。それはもう、SP だけではちょっと難しいと思うので、もう一般の群衆がね、身を挺してじゃないですけどね、危ないですけど、防御に回った方がいいです。それほどちょっと、国際情勢的にもね、もうやばい状況なんです。それ今で、まで国会で民進党の国会議員や安倍政権で、政権、そこれれこをれ利これ。用し偏向報道を振り返これいいですね。安倍さんをこう正面からテレビカメラで大体撮ってんのね。TBS とかね、テレ朝とかね、ああいうやつらでね、徹底的にね、マスコミを潰しかない。もうしょうがないよね。もうテレビ局。偏向報道してんだからね。こういうふうにね、カードが入っちゃったら、あれですよね。まずいよね。映せないよね。だからこうビシーッとこうカードをね、並べる、もうべきです。偏向報道はやめろ。TBS、テレ朝、うんぬんかんぬんってね。これはいい作戦だと思い返ますす。マスメディア向けに安倍首相の後ろでアピール。これは選挙演説を邪魔しているわけじゃない。前回都議選の秋葉原のようにこれもいいです集まっね。た聴衆の中のごく一部をクローズアップして、さも。ね、テレ朝、石器時代の偏向をやめろっつってね。こうな全ると体が安倍ね、首相に反映し対してないいもんるかね。のような報道。この時は間違いなく選挙演説の妨害行為だった。大体だが今偏回の安向倍報道首相すのるか口かららはね。騒がずただプラでカードす。を掲げているだけ。報これ道は面関白い。係のカメラマン、撮影アングルに苦労しただろうな。新潟市での安倍総理演説でまあそういうも。ことで、ちょっとあんまりね、時間かかっちゃうんで、ちょっとね、これ、民進党さんたちチャンネルっていう、これチャンネル登録お願いしますね。はい、私もしますね。はい。で、こっちは、これは侍ニュースチャンネルさん、チャンネル登録お願いします。はい。これで、これもマホロバ日本さんチャンネル、あんまり見ないからな、俺ね。あんまり選挙やってないんでね。今登録しました。ちょっと使わせていただいてるんでね。これは日本のニュースと海外の反応さん、チャンネル登録お願いします。後で URL 貼っときますんで、すみません。でですね、これがね、これもひどいんですよね。あたかも大多数の民衆が安倍やばいで政す権よ。に反対しこてれ、いるつねとってんですよ考えね。ないのだと思いますが、これ、テロですね、テロ。この行為テロ。が選挙妨害に当たります。変なジジイらこれしいまんだでけどね。ツイッターなどでヤジを撃退するツイートが動画で流されていますこし、れが、虎ノ門ニュース確かでもね、選挙妨害の罪の重さやその撃墜犯の人責の写任もあ真がり、写っているはず、人動命画をが重写っし、てんのかな？そのあれ？あれ？安倍首相のあ、指ちょっ示と待っかて。ら眠れる死を起こしてしまっどたっか行っからてのしまっようたのに。かそれを妨害する人、な。これはいわちょっゆると航ね、空機を違反。これ確かね、ちょっとすみませんね。これんですね。あ、べ、つねる。で、出てこねえか。妨害。これ出てこねえかな。演説中、つねる。ちょっとね、時間かかんないな。どうもすいません。ちょっと時間かかっちゃうんで。どっか行っちゃったんだよね、安倍首相が心ないヤこれジを飛ばあの、されたり、
映ってたんですよ、あのきちんとね。そのサイトどっか行っちゃったんだけど、なんかひげをぼかしがかかってたんで、ちょっとわかんないんだけど、あのマスクかけてね、ぼかしかけたなんかじじおっさんらしいんでね。でも写真写ってるんで、公安が頑張れば検挙できるんじゃないですかね。ヤジを撃退するツイートが動画で流されています。これはテロですよ、広い。こちらでもいつでも説明されています。俺さ、あのその男が安倍さんのあのね、あのこう手をつねったことで判断が鈍って、あの北朝鮮がミサイル撃ってた時に判断が鈍っちゃったらどうするんですか。それだけね、総理大臣ってのは重いんで、そのあまあやった人はもう犯罪者ですからね、言いようがないんだよね。でこれはですね、で、あごめん、ちょっとですね、生放送なんでですね、いろいろハプニングが起こるんですね。